プラチャンダ・パトは、正確には、マルクス主義、レーニン主義、もう卓東主義プラチャンダ・パト。ネパール共産党、もう卓東主義派のイデオロギーラインを言う。それは、マルクス主義、レーニン主義、もう卓東主義の発展として考えられ、指導者プラチャンダにちなんで名付けられた。2001年2月、インドパンジャブ州で開かれた第2回闘争会で、採択。 プラチャンダ・パトの形成には、部分的に、ペルー共産党の考慮から着想を得ている。ペルー共産党のイデオロギーラインは、マルクス主義、レーニン主義、もうトー主義ゴンザローロ思想としている。内容的には、農村から都市部を包囲するというもうトー理論だけでは、不十分だと考え、従来の人民戦争を継続しつつ、都市における大衆武装放棄も進め、 幅広い勢力による統一戦線の必要を説いた。また、新憲法の制定を目指し、暫定政府の設立を提唱した。現実の歴史の展開を見ていると、2006年の民主化運動では、まず、七党連合と連帯し、都市における激しい抗議行動を行い、その結果、国王の実質的権限を奪い、政権議会を発足させており、大体、 プラチャンダパスの通りに進行している部分が多い。ただ、武装闘争路線から議会制民主主義に軸足を移していることは、路線の変更に当たるかもしれない。なお、2009年1月、毛派とネパール共産党統一センターマサル派の合同により、ネパール共産党統一、毛沢党主義派が成立するとともに、プラチャンダパとは路線として放棄された。 ありがとうございます。